はい、おはようございます。カズヤの孫です。今日もよろしくお願いします。さて、今日の話はですね、どうするガスリーということで、レッドブルが夏頃までには2023年のドライバーを決めるっていうことでコメントしてたんですよね。で、ガスリーはどうするのかということで、どうするのかっていうか、上から言われたことに従うしかないんでしょうけれども、レッドブル昇格があるのか、もしくはアルファタオリー、継続なのか、もしくは他のチームに移籍するのかっていう形で、どうするんだろうっていうのはありますよね。で、同世代に、やっぱりルクレールだったりだとか、ラッセルだったり、ノリスだったり、それこそフェルスタッペンなんていうドライバーがいるので、超一流が同世代に揃ってるわけなんですよね。で、その同世代のチームの人が、同世代のドライバーが、やっぱり一流っていうか、トップチームにいるわけですよ。ルクレール、フェラーリ。で、フェルスタッペンが当然レッドブル。で、ラッセルがメルセデス。で、ノリスがマクラーレンっていう形で、ちょっと何かがあると、優勝する可能性があるっていうマシンに乗ってるわけなんですよね。で、そこに来て、じゃあアルファタウリはどうかって言われると、優勝争いをするって言われると、難しいなっていうのが正直な意見なんですよね。なので、移籍して、優勝争いができるドライ、マシンに乗りたいっていうのは、やっぱりわかるんですけれども、じゃあ腕だけでそこに行けるのかって言われると、やっぱり運が必要だったりっていうのもタイミングが合わなかったりっていうこともあると思うんですよね。ただ、ガスリーに関しては、半年だけなんですよ。レッドブル走ってるんですよね。で、そこで、テストでクラッシュしてしまったり、結果が出せなかったりっていう形が、やっぱり響いてるのかなっていう気がするんですけども、半年がどうかって言われると、短すぎるっていう気もしますよね。ただ、半年で結果を出していれば変わっていたと思うので、そこはチャンスをつかめなかったっていうこともあるでしょうし、ガスリー自身も今は、ないものが目に入っていて、あるものは見えていないのかなって気がするんですよね。レッドブルに昇格できていればとか、あとは他のドライバーが、トップチームで走っている、マシンが違うみたいな形で、ないものがどんどん見えていて、今の現状としては、アルファタオリでエースとして走っているだとか、チームとして成長できているみたいな形で、いいところっていうのは見えてないのかもしれないですよね。なので、その辺が、他のチームの、人事の人たちからしても、あまりよくは見えないですよね。なので、フェルスタッペンがいい例かなと思うんですけども、誰もが認めるような、遅いマシンでも勝ってしまうっていう、力があれば、どこのチームでも欲しくなると思うんですよ。なので、今のアルファタウリのマシンで、例えば表彰台争いをずっとしているかとか、それこそ表彰台乗っているみたいな形の結果を出していれば、多分他のチームもガスリー欲しくなると思うんですよね。ただ、そこまでの速さが言ったらない。今はですね、今シーズンは特に調子が悪そうなので、今は速さがないっていうのと、自分のチームのマシンよりも他のマシンがいいっていう形で言ってしまうと、なかなか他のチームからのオファーっていうのは難しいのかなっていう気がするので、腕が抜群に良かったら別として、F1 に乗ってる時点で皆さん超一流なので、その中で生き残ろうと思ったら、僕の中ではやっぱり人格みたいなものも必要だと思うんですよね。例えばノリスにしてもやっぱりいい人がにじみ出てますよね。で、リカルド・ノリスのそのコンビも、やっぱりチームの雰囲気ものすごく良さそうな気がするんですよ。ね、あとは、ボッタスに関しても今年活躍してますけども、やっぱり人柄良さそうですよね。マグヌステンとミックにしても、ミックはちょっと成績出てないですけども、マグヌステンはやっぱり人柄が良さそうっていうので、今結果を出してる人っていうのは、抜群の速さを持ってるフェルスタッペンみたいな人間か、もしくは人柄が良さそう、人が良さそうっていうのは、やっぱりあると思うんですよね。で、その中で速さを見せているっていうのは大事かなという気がするので、勇気とガスリーの中がいいっていうのは動画でよく見るんですけれども、やっぱりチームの中でどんな雰囲気を作っているのか、チームを引っ張る力があるのかっていうのは大事かなという気がするので、よく言ったら管理者みたいな形ですよね。管理者がどんな形でその中の雰囲気を作っていくのかっていうのが、ドライバーができると、やっぱりそういったドライバーっていうのは他のチームからも欲しくなると思いますので、まだ夏までね、もうちょっと期間がありますから、ガスリーが今後どのように成長していくのか、で、それに合わせて、角田勇気がどれぐらい成長するのかっていうのも当然楽しみなんですけども、今後ガスリーがどうなるのかっていうのは、F1 の中ではちょっと注目かなという気がしますね。ということで、カズヤの孫でした。ありがとうございます。失礼します。